ちは。こんにちは。今回はおい、なんと宗男くんドッキリ仕掛ける側です。おーし、ちょっとカメラ目線になって、はい、宗男くんが初のドッキリ仕掛ける側で、はい、おーじゃねー、ドッキリかかるのはかけるのは畑くんです。畑くんをドッキリにかけます。はい、その内容は、はい、1階にいるからあんまり大きい声出せないんだけど、その内容はおじいちゃんのパソコンや、なんかアイコンでかくね。本当や、おじいちゃんパソコンや、見やすい。まず、これ編集データですね。こういう、まあ、Google とインターネットエクスプローラー、これ開けるね。で、これがカットするときに使う編集ソフトで、これが AVIU っていう、これテロップとかつけてます。で、これが多分これから編集するデータだろうね。メッシ、2月9日、祭り、11日とか。で、これがサムネをなんかここにとりあえず置いてるのかな。で、まず、はい、ドッキリというのが、このデスクトップをひゅー、これを丸ごとこのように、はあ、あ、スクショ？スクショを撮ります。そしてもう全部ますね。はい、ピュッ。あ、これどうしような、どうしたらいいんだろう、これどうしたらいいんだろう。音楽入れます。多分ね、こっからね、復元できるの。これそのまま出せばいいから。あー、なるほどね。で、この状態にして、この状態にして、さっきの、あ、音楽入れちゃった。さっきのこれ、はい、このデスクトップをこれ背景に設定します。まっすると、このように見て、これ、これファイルね。これさっきのあのデスクトップのファイルね。これはさっき今つけたから、これもポイン。で、これ、インターネット開こう。開けない。これ実は背景です。あ、なるほど。で、これでいいよ。そういうことか。あれ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 。で、とりあえず畑くんを、今一回でちょっと作業してるけど、呼んで、はい、ちょっと編集、各みんなの編集風景をサブチャンネルで撮りたいからちょっと教えてって言って、こういいですよってこれ開こうとしても動かない。あれ、なんでだろう、原因調べよう、エクスプローラー動かない。なぜならこれは背景だからという。あ、この箱だけある、この箱だけ開けるのか、なんでだってなるね。で、これに畑くんはどういう仕組みか気づけるのか、ドッキリした後になんでかを気づけるのかというやつをします。これね、視聴者さんのコメントであったからね、あ、いいなと思ってからやりました。ということで、デスクトップが動かないドッキリです。お、じゃあ、畑くん呼ぼう。はい、畑くんの編集紹介コーナー、はい、なんか前やったっすよね、そういう。そう、あのキムの編集のあれを紹介したんだけど、はい、今回は畑くんがいつもどんな編集ソフトを使ったり、はい、どうやってやってるのかを紹介していきます。はい、それでは畑くん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ基本俺と一緒だからね、はい、編集は、ね、ソフトとか大体一緒やけど、ね、ソフトは、うん、Windows だし、はい、一緒だから。まずスプラトゥーン。それはスプラトゥーンだね。それはスプラトゥーンね。違いますね。めっちゃもうおじいちゃんみたいにでかいじゃん、アイコン。見やすい。なんでそんなでかくしてんの。いや、なんかこれがデフォルトですよ。え、嘘。はい、めっちゃでかくない？俺もっとちっちゃいよ。マジ？おじいちゃん仕様や。これおじいちゃん仕様なんですね。はい、じゃあまず、うん、これソフトがサイバーリンクのパワーディレクターなんですけど、うん、どうした？これなんすか？フリーズかなんかしてんすか、これ。え、なんで？え、開かないですよ、これ。あれ、この辺も全部開かない。あれ、はぁ、なんで？スタートは聞くんですね。お、聞くよ。フリーズじゃないよ。再起動かなんかしたかいいんですかね。再起動してみる。え、そんなことあるんですか。どういう壊れ方。下はなんか動いたよね。はい。え、どういうこと。わかんない。パソコンそんな古くないしね。そうですね。どういうことですか、ね、ということで、はい、紹介でした。はい、早い。畑くんのパソコンは動きません。動きません。これはパスワードです。もう全然できんじゃん。ダメっすね。あれ、なんで、なんでですか、これ動くじゃん。この辺は動くっすね。なんで全然動くじゃん今。お、なんそれ。あ、ディスコだ。動いてるじゃん。じゃあなんだろう、これ最初のやつですね。お帰りなさい。はい、なんで選べないっすよ、これ。まず
てってれあ、ゴミ箱動いたあ、ちょっと、なんこれなんこれさあ、パソコン故障ドッキリでした。今回はパソコンを壊しました。びっくりした、ゴミ箱2つになったもん。パソコン壊した。さあ、ここで問題です。どうやってパソコンを壊したでしょうな、どういう仕組みなんでしょうか。これちなみに視聴者さんのアイディアのドッキリです。え、でもゴミ箱って大体一つしか出ないですもんね。で、それ片方はフリーズしてんの。え、なんで。あ、これ危ない。映っちゃいけないやつが違う、違う。え、でもそこに最大のヒントが実はあったんだけど、はい、映っちゃダメだから開けないね。そうですね、うん、でもなんかいろいろ消してあったですね。もう一回見て。これに残ってるやつが消えてるから、うん、え、でも、モロヒントがあって、もう一回開いてよく見て。これ画像を背景にもしかして。さあどうでしょう。てててててて、もうせアイコンが実は背景でした。そんなことできるんですね。だからこれ背景だよ、ここら辺だからクリック。ただゴミ箱だけは捨てれなかったから。ゴミ箱だから、ね、なるほど。だからネタ残ってんので重ねるっていう。ちょっともう一回ずらして、きれいにはまってるね、ここにね。これが実は背景で、なるほど、これも全部背景です。そういうことなんですね。でね、一回ね、フォルダにこうまとめて、はい、これが消えちゃったら困るやん、はい、でもフォルダにまとめてこれに置いたけど、はい、バレバレやん、はい、だからここにあるの本当に消しました。ゴミ箱に入ってます。なるほど、ゴミ箱。そういうことだ。でも多分容量でかくないから完全に消えてないから、はい、これのデータ全部ゴミ箱から出しといてください。なるほど。そんなことできるんですね。なんかさ、できるならさ、今釣りに行ってる3人の全部しときたいけどさ、しときたいね。できるの特ちゃんのぐらいなんだよね、Windows。 俺 Mac わかんないからさ。マック適当なことして本当にデータ消えたら困る。なんだ。ちょっと待って。でも宗男さんいつもこんな気持ちなんですね。そうそうだよ。でもだいぶ緩いドッキリだよ。てか今までのもだいぶ緩いドッキリだと思う。平和なドッキリ。でも俺やったら気づけないわ、それ。そうね、仕組み分かんないよね。旗だから分かったよね。なるほどって感じですね。だってゴミ箱が分身したから。ということで、はい、はい、なんていうタイトルなんだろう、これ。なんなんだ。以上、デスクトップが壁紙でしたドッキリでーす。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、料理チャンネルはこちらになってます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。